こんにちは、マサン6494です。今回は YouTube の動画内のコメントで顔ブッスというコメントが来たので、顔わからないブスにブッスって言われたと返したら、そのコメント自体消されたことについてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということで、JR 西日本が撮り鉄に対して電車が大好きなお友達へと煽った本当の意味という動画をアップしていたんですけど、そのコメントに、博士というアカウントの方が顔ぶっすわらわらってコメントをされたんです。なので、基本的にチェックつけるか、何かしらのコメント返してるんですけど、基本的にどうでもいいコメントにはスルーしてるんですけど、ちょうどよく、そんなイライラもせずに普通に返したですね。そのまま顔わからないブスにブスって言われたっていう返事をして、寝て起きて、なんか帰ってきてるかなと思って、動画内見たら、コメント自体消されてて、っていうか、弱すぎだろうと思って、そういうコメントしてくるんだったら、ある程度の体制持っててよと思って、しかも、アカウント内のサムネイルじゃないな、写真が何のキャラクターか分かんないけど、キャラクターの画像で、多分帰ってこないと思ったのかな。普通にただ返信しただけなんだけど、それで消しちゃう、何事もなかったかのように消してるんですけど、申し訳ないんですけど、コメントされたものに関して残ってるんです。その YouTube 内の、アカウント内で通知っていうのがあって、その通知内にそのコメントの内容とか全部残ってるんですね。跡形もなく、決して何事もなかったかのようにやってると思ってる方いらっしゃると思うんですけど、残ってます。残ってて、しかもいつでも見れる状態になっていて、証拠とか全部残っちゃってるんですね。なので、いろんなコメントされてる方いらっしゃると思うんですけど、すべて消してない、そのコメント自体ないって思ってる人いると思うんですけど、普通に残って証拠も残っちゃってるんで、だからこういった動画出ちゃいます。しかもそのコメントの内容とかもすべて残ってるし、アカウントも分かっちゃうんで、気をつけた方がいいと思いますよっていうところと、あと、基本的に自分が、これは自分自身の話なんですけど、基本的に自分が言われて嫌だなとか思うことに対して人に言わないようにしてるんです。基本的にはね。その人が傷ついちゃうなと思うことは言わないように心がけているんですけど、ただ何か人に対して言われたことに対して素直に返事はしているつもりなんですけど、で、今回は顔ブスってきたんで、キャラクターの画像なんで、その方の容姿は見てないんでわかんないんですけど、顔わからないブスにブスって言われたっていう、正直な気持ちを書いただけなんですけど、
まあ、それで、多分聞いちゃったんですね、きっと。そのままフェードアウトしていったんですけど、あんまり人に対して、お前ブスだなとかって言わないじゃないですか。ただネット内だからとか、あと、不特定だからとか、わからないからとか、そういった理由で、まあ、書いてらっしゃる人いるんですけど、それって周り巡って自分に返ってくるよっていう。そして、その言葉って消せないんで、その受けた人ってそれ残るんで、あんまそういったこと言うのをやめた方がいいですよって言ったこと。で、まあ今回別に怒ってるとか、イライラしたとか、そういったこと、本当にリアルでなくて、ただ言われたから、あ、じゃあ同じようなこと返そうと思って返したら、相手が聞いちゃって、コメント消したっていう話だったんだけど、もうちょっとラリー続けたかったんだけどなーって、個人的には思ってて、そんだけ体勢なさすぎだろうって、正直、思いました。人に言ったことに関しては全部自分に返ってくるよ。しかも同じ量じゃなくて、まあ私的に言うと10倍ぐらいになって返ってくるよっていう。で、まあ今回、まあ別に特にイライラとかムカついたとかそういうのないんで、特定とかそういったことは特にしないんですけど、もしかするとその時にむちゃくちゃ違うことでイライラとかしてる時にそういったことされたりして、まともに受け取っちゃって思いっきり特定するっていうこともあったりする可能性があるので、ちょっと注意してください。リアルにめちゃくちゃ特定します。はい。やってきたら、思いっきり返されると思ってコメントしていってください。はい。そんなこんなで、はい。今回は、YouTube の動画内のコメントで、顔ブッスッと来たので、顔わからないブスにブッスッって言われたと返したら、コメントが事態を消してた、博士という方についてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。